11世紀、とこしえの夜で世界を包んだ妖魔の王、夜の君を一人の少女が倒したという。だが、その散り際に、夜の君はその汚れた血をまき散らし、世界に禍根を残した。ブルーブラッド。その血を浴びた者は、姿と性質を変え、邪妖と呼ばれる人にあだなす存在となった。以降、邪妖は夜になると町に現れ、人々を襲うようになり、人間の世界から夜を奪った。そうして、世界は光さす昼は人が活動し、闇に染まる夜は邪妖がうごめく眠ることのない、夜のない国となった。それから800年、聖戦の舞台となった北海に浮かぶ地図にない島、ルースワール。今この島で夜との宿命を背負う二人の少女が運命の再会を果たそうとしていた。これは夜のない国に生き、愛する者のために戦った二人の少女の物語。ここが指定された島か。強行帳面、こんなおかげでひどい船酔いが。強行帳の騎士の方ですか。ああ、君が今回の司祭って、ユリーテス。アーナス、今回の邪妖討伐任務のパートナーってあなただったのね。私も驚いたよ。まさかまた君って。邪妖と戦うエージェント、アーナス様を。こちらこそよろしく頼むよ、司祭さん。それにしても久しぶりだな。最後に会ったのはドイツで大物を飼った時だから。そうね、2年ぶりくらいかしら。もうそんなに経ったのか。リュリーティスはそれまで何してたんだ。
仕事をしたり旅行をしたり、とにかくいろんなところに行ったわ。イギリス、フランス、ポルトガル、ヨーロッパはほとんど回っちゃったんじゃないかしら。そうなんだ。思い返してみると、私は仕事ばっかりの2年。へえ。アーナスはどこでお仕事をしていたの？アメリカ。アメリカ？それはまた遠くに行っていたのね。任務はそれほどでもなかったんだけど、現地まで行くのが大変だったな。今にも沈みそうな小舟に乗って波に揺られていったんだ。何度死ぬかと思ったことか。ああ、アーナスって船が苦手だものね。なんで船になんて乗りたがるのかわからないよ。向こう岸に渡りたいなら橋を架ければいいし、魚を釣りたいならそこらの川で。人間は地に足つけて生きるのが一番なんだ。アーナス、わかった、わかったから落ち着いて。ごめん。昔から変わってなくて安心したわ。でもこの島にも船で来たんでしょ？実はあんまり大丈夫じゃない。さっきから船酔いで。あら大変。じゃあ早くホテルに行きましょう。ホテル？ええ、教皇庁の協力者が待っているの。さっき見てきたけど、広くていいホテルだったわよ。さすが教皇庁、気前だけはいいな。まあいいや、ホテルに向かうとするか。そうね、行きましょう、アーナス。どうしたん？アーナスと一緒にいるんだなって思ったらつい嬉しく。なんだよそれ。私たち学生の時はずっと一緒にいたじゃない。寄宿舎で一緒に起きて遊んだのに、卒業したらめったに会えなくなっちゃって、私とっても寂しかったのよ。リュリーテス。だからね、アーナス、今回はまたあなた。そっか。ねえリュリーテス、この島あまり。この任務が終わったら一緒に見て回ろうよ。いろんな話をしながらさ。絶対よ、約束だからね。うん、約束。そうと決まれば。ええ。ロシエクロク。ええ、邪妖たちが潜ん。ああ。なんだ。シャーコエリエルイエル。セルバンが呼び出す前に勝手に出てくるなよ。お前たちはセルバン。
ッパー。うん、私のしもべのケルフェンライエイゼン。はいはい、頼りにしてますよ。
速転換落ちろ。さあ、一戦、すべての邪妖は私が滅ぼす。発展転換、生きた、切り裂く、転換、飛べと、発展貫く。血をすする、血を吸うんだ、頑張れ。はっはっ、見切った。はっ、一戦、はっ、戦艦落ちろ。はっ、戦艦落ちろ。血を吸うんだ、一気に攻めるぞ。発展艦落ちろ。中血をすする、発展艦落ちろ。やこんなもんか。お疲れ様、アームス。さあ、わかった。青き血をたたえる古き気候よ、移ろう時のごとく流れる水の、はい、これでしばらく青き血に蝕まれずに済むはずよ。ありがとう、助かったよ。ところで、そいつは何？ああ、この猫ちゃん？アーナスの戦いを見ている間にお友達になったの。なんてのんきな。どうしたのかな？お腹空いたのかにゃ？リュリーテス。早くお家に帰ってご飯をもらいましょうね。どうしたの、アーナス？私の顔に何かついてる？なんでもない。ひとまず先に進もう。ええ。まだ夜が潜んでいるみたい。気を抜かずに行きましょう。闇が黒鳥が溢れ出してる。なんて数だ。アーネス、あれを。あれは、そんな、まさかあれはミラだ。知っているの、ブリーです。あれはつまり、あれが見えるということは、また世界が常しえの夜に。
リーティス。どけ、リュリーティスを助けるんだ。全ての邪妖は私が滅ぼす。切り裂く、セルバー一戦ハッテンハッ飛ぶ。まだこれからだぞ。ハッテンハッ、切り裂く、ハッテンハッ飛ぶ。仕方ない、あまり頼りたくはないが、一度教皇庁の協力者と合流するか。
スを狙え。力を絞り出せ。一戦切り裂く。ハッテンタン落ちろ。ハッテンタン飛べ。一戦ハッテンタン飛べ。切り裂く。ハッ我が剣だ。ハッテンタン落ちろ。血をすす食事の時間だ。ハッテンタン CRP エリア。テンタン落ちろ。はい、ホテルエンデでございます。いえ、まだ見つかっておらず。はい、アーナス様でございますか。はい、ご到着でございます。はい、はい、かしこまりました。では。あんたは？ホテルエンデの支配人でございます。あんた支配人ってことは大変なことになった。どこか心当たりはないか。あのお方の声をお伝えします。捜索範囲は旧伯爵邸庭園、現在はローズ以上でございます。教皇長め、もうそんなことまで分かってるのか。ありがとう。それじゃあ助けに行ってくるよ。くれぐれも万全。そうか、じゃあお願いするよ。